はい、はい、田中90です。今回はですね、対空しない縛りをしていきたいと思います。具体的に言うと、ハンドガンを装備する、そしてパーク2をゴースト以外にする、そういう感じですね。で、それを全員ねしてる感じです。私たちは対空するしないに一石を投じたいと思います。どうぞ。さて、対空絶対にしてはいけない地獄のドミネ開幕です。これね、つまり相手が不屈プラスハードナイた場合ね、マジでね、5回ぐらいは UAV ね出されると思うから、それはもう仕方ない。位置がバレても打ち合いは勝てる。そうそうだ、お前ら圧倒的打ち合いの力を持って UAV というチートね、スコアストリークをね倒せ。これで最初のうちは関係ねえからな、ぶっちゃけこの縛り。これ取れるんじゃね、これ取れるんじゃね、やっぱこっから来るよね。オッケー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 、いよ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 、待って、これ全強しちゃうぜ、全強しちゃって、そうそう、ナイス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 、これ関係ねえわ、対空、これ対空いらない説あるな、これ対空いらない説ある、これマジで対空なんて結局のところ敵を倒せればオッケー、オッケー、そう、こっちは UAV するからね、相手は対空してくるのかな、相手も対空縛りね、ワンチャンしてる可能性あるから、オッケー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 、いいぞ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 、いい、お前らお前ら、そう、相手に対空させるような、っていうかポイント取らせなきゃいいじゃん、これ、そう、この縛りポイント取らせなきゃ関係ないから、いけいけ、 A を防げ A を防げ、ナイス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 、すげえな、これ対空なんていらなかったんだ、俺ね、対空いらねえや、これ対空しろっていうのはもう、それは全時代的な考え方だ。脇がやべえな、裏から湧いてきてる、これ B じゃない、 CC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 
ね。これでやってーの。マジかよこれ。やばい、 AC 取られる、 AC 取られる、それはまずいぞ。どっちか、ナイスナイスナイス。まあ C は取られても仕方ないよね。なんか B 取られてんぞ相手に。 OK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 。 いや戻ったか相手。一人やってーの。やれねえんだけどマジで今の。ナイスカム、ナイスカム、ナイスカム、ナイスカム。これ B2 人いるからみんな潰せ。 B2 人で B2 人、 B 潰せばいいぞ。あー来た UMA、 UMA 来ました。田中90分隊、私たちは常にこの後ね公式ウォールハックの被害に遭いながら、もう後ろいるんだけどこれ。いや関係ない、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 関係ない。お UAV 的にここ援護これねんじゃね。 UAV オッケー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 。 UAV は関係ない、 UAV は関係ない、 UAV は関係ない、 UAV は関係ない。オッケー、いいよいいよ。対空なんていらねえんだよ俺たちは。俺たちは位置が分かっても打ち勝つっていうか、システム的に終わったわ。これ初動ね、対空そうかできねえから。 UAV カウンター、 UAV のやばい、これ位置バレてるかね。お前ら位置バレてるよ、これ位置バレてるか。俺らもう A も取りに行こう。俺行くぞ全強、いけ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 。A も取って、これ味方？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 あ、味方っぽい、味方っぽい。これ待って、これ全強いけるって、これ。やっぱあれだな。じゃあ、そう、ドミネーションポイントさえね。てか、敵にポイント取られなかったら、結局、あれだから、意味ないから。いけ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 。死ね！オッケー！いいよいいよいいよ。全強、全強できてる。これ対空しない方が強いんじゃね？このゲーム。やべえな、この結果。この結果もしかして俺のせいでさ、対空しない人増えるかもしれない。田中90の動画で対空しなくてもいいって出てましたよみたいな。そうなったらすまねえ。ランクマッチ、いやでもこれ対空しないのクソ強いんだけど。対空はもう時代遅れだったマジで。これで取るぞ取るぞ。いいよ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 。グラナタも使うな、ヒル。俺たちは無駄な、な、そもそも無駄な縛りしてんだから。オッケー行くぞ、来い来い来い。これやべえんだけどこれ。俺ら強すぎねこれ。対空なし強すぎねこれ。やっぱ対空しないのがね、新しい時代のスタイルなんだよな。敵は、待って、CCC。いや、AC なさってんな。UAV バレてる、UAV バレてる。オッケー、バレても打ち勝てばオッケー。行くぞ、CCCC。C 潰したの、ナイス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 。裏脇になったな、これ。これ裏脇俺は潰したい。やってーの。すごい、位置バレてるかもしんないけど、打ち勝ってるからオッケー。意味ねえな。対空、意味ねえな、お前ら。対空が意味ないことが証明されてしまいました。やばい、これ、圧勝じゃん。対空、対空マジでいらねえんじゃねえのこれ。ごめん、対空いらないわ。対空ってのはね、時代遅れの考え方かもしれません。現在、対空いらない説、急浮上、田中90分隊でございます。対空実はね、いらねえんじゃねえ、ほんとに。打ち合い勝ちゃいいんだよな、ほら、こうやって。そう。打ち合い勝てば、UAV なんて出てこねえから、そうそうそう。これが、王者の発想。いけいけ、お前ら。お前ら、ナイスナイスナイス、いいよ、今。今よかった、今よかった、今よかった。なんだ負けてんのか。お、勝ってる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 。いいよいいよ。やっぱ打ち合いなんだよね。めっちゃ来るめっちゃ来る、気をつけて。見えねえよお前、邪魔すんじゃねえ。
これで上から打て上から打て上から打て、いやこれはねこっからね打った方がいいね。なんでかっていうとみんなね一方向から打ちすぎもんである。ここを挟むことによって相手は相当深いなるよ。これもう相手深いすぎてほら UAB 出てんじゃん。そう圧倒すればいいんだよね。こんな対空なんてね、要はね UAB 出さなければねやんなくてもいい行為だから。そう対空いらない説来てるな。これなんでやべえな。これこれで前に進めない時がある。 iPad Pro きつい。ここ取れここ取れ。ナイスいいね。ハードポイント上手くなってきてるよお前ら。ハードポイント上手くなってきてる。ここ待つか。来いかかってきなさい。おい全然当たらんかったわ。オッケーやってえの。オッケー待ちで。ああそうかそうか、ハンドガンだから打ち合えるんだこれ。オッケー当たんねえ当たんねえ。あしかもポイントから出るとかアホみたいなことやってる。ごめんマジでごめん。これほんと俺が先般だった。これ俺が先般と言わざるを得ない。ちょっと俺にあがないをさせてくれ。俺が取り返してくるこれ。なんで2人も3人もいんのぞ。こ団子3家族かよ。これで行くぞ。これはね取り返したいね時間的に。待って神グラビティスパイクすぎね。これ UAB 出てねえよな。UAB 出てねえんだけど。なタイヤもう噛んだからもういいわ。あー来たよみんな UAB。俺たちが圧倒すりゃ関係ないって言ってバカにしてた UAV が出てきたよ。まあそうそう、ここから、いやそうそうそう、UAV があっても一人やってえの？やれたってそれ！オッケー、待って、関係ない。グラビティスパイクは関係ない！対空はいらない。グラビティスパイクで全てを影で見える。影で今敵分かったわ。すごいね。やっぱいらねえんだな、こんな。これいらないっすよ、グラビティスパイクさえあれば UAV なんて。やっぱ対空、UAV じゃない、対空なんていらないっすよ。UAV は普通に強い。ほら、UAV 出てんの？いや、相手出てるぞ。相手の UAV 出てる。気をつけろ、お前ら。来てる、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 来てる。警戒しろ、警戒しろ、警戒しろ。ナイス。俺が、オッケーオッケーオッケー。なんで？オッケー。俺が後引き継ぐ、お前ら。待って、出てんだけど。来てる、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 来てる。ファーロちゃん来てる。いや、2体来てんな。これ取り返さないときついよ。しかも UAV 出てるからね、多分。UAV 出てるから気をつけて。UAV 出てるかわかんねえな、このゲームな。もっと UAV 出てるかわかりやすくしてほしい。このスモーク、黙々大作戦。オッケー、1人やってえの？やれたってこの女。この女スキンさ、反対攻めんじゃねえのか。で次だね。そうそうそう。いいね。次をとりあえず見通す、その目、そのマナコ、大事ですよ。これで、今入れ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 。ポイント入れ、お前ら。何2回でポイント欲しいからって、キルポイント欲しいからって。その精神ダメな、お前ら。自己中心的すぎる。マジで。自己中なのは俺だけに。オッケー、1人やってえの。今壁あったじゃん、これ。今さ、もうしかもマジでちょっとあれなんだけど、今アヒルがちょっとさ死んだ後歩いたのムカついたんだけど、これオッケー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 、取れ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 、いいよ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 、入れ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 、ポイントの中入っとく。グラビティスパイクはちょっと怖いね。もうこれおかしいよね。これグラビティスパイクでさノースキルじゃんこれ。あー公式ウォールハックモード来ました。公式ウォールハックモードでーす。これでいいね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 。これ次行きますよ皆様。これで、こんなん分かってんだよ、お前。角待ちをやってえの。よし、一人やって、角待ちやったぞ。いけいけ、お前ら。お前ら、圧倒しろ、敵を。オッケー、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 オッケー。いいよ、いいよ、取れてんのいい。取れてんのでかい。俺、取れてんのでかい。オッケー。オッケー。神かもしんない。神グレじゃねえ、今の。神グレじゃねえよ。神回避だった。オッケー、一人やってえの。UAV 関係ない。UAV 関係ない。怖くない、怖くない。こっちにも UAV がある。公式ウォールハックの UAV がある。オッケーオッケーオッケー、ね、それ食らってないって、それ食らってないです、それ。もう怒った俺。関係ねえからね。対空とか意味がない。圧倒的火力で俺が潰してやる。ほい。アヒル君ぶっ殺したんだけど。ザッケーザッケーこいつおった。アヒル君、アヒル君死んでんの。味方のロボットに殺されてやばすぎるこれ。ああ面白いアヒルくんマジで。はい、アヒルいた。アヒル、あ、怒ってるアヒル、怒ってる俺に。ということで、ね、今回ね対空縛りやっていきましたが、これはもしかして対空いらない説とありますが、もし、のさばで対空してないやつ見たら、俺は怒りますので、あしからず。今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。